日本神奈川県横浜市中区福富町福富町は、神奈川県横浜市中区の町名。福富町、中通、福富町東通り、福富町西通りの山頂からなる。横浜市有数の歓楽街の一つであり、特に、ソープランドの店舗数が多い。この他に、普通の飲食店も多い。韓国系の店が多く、コリアタウン化している。もとは、 倉木郡吉田神殿のうちの夕吉神殿、鹿島神殿であり、1870年に福富町が起立。1928年に現在の山町に分立した。町内に清正公を祀る常清寺があったため、現在もメインストリートとして清正公通りの名がある。太平洋戦争以前は普通の商工地区であったが、戦争により焼け野原となり、 戦後新中軍に接収され、かまぼこ兵舎が多数増営された。この状態が1952年まで継続したため、町の発展が阻害された。接収解除後は1960年頃から飲食店街、繁華街として賑わっていたが、1966年にトルコブローの営業禁止除外区域に指定されたため、関内地区にあった風俗店が、 福富町に流れ込み、取り分け製風俗産業等が新調して、現在に至る。1983年時点で営業の認可を得た、ソープランドが24件、キャバレー9店バー38店があり、横浜市内で最も風俗店が多い地域となった。店の経営者の高齢化が進み、後継者の不在のため店舗の賃貸が始まり、 朝鮮人に店を貸したのがきっかけで、1988年頃から朝鮮系の店が増え始めた。最盛期より数は減ったが、2014年時点で22店の朝鮮料理の飲食店や食品店がある。違法駐車、違法客引きが問題となっている一方、肝心会と町内会が、 コリアタウン化構想を掲げ、月に一度の街頭清掃活動などを始めた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。なお、3兆の合計数である。国勢調査による世帯数の推移。3兆の合計数である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。